飯塚で解説している鎌本です。第55回日本選手権優勝戦が行われます。圭一郎選手がね、1馬力5枠をね、取ったという波乱の中、予想はですね、1番。やっぱり青山選手がね、やはり2着で1枠を取ったというね、幸運にも恵まれているという予想の中で、1番の固定で優勝を予想したいと思います。対抗はですね、3番、永井選手。ここを対抗に挙げたいと思います。そして5番、もちろんね、鈴木圭一郎選手、浜松の5号車、鈴木圭一郎選手、でその横の有吉選手ですね、ここを4番手評価に挙げたいと思います。フォーカス的にはですね、1頭の3、5、6点でいきたいと思います。そういうね、面白い優勝戦の中で、優勝戦もね、ボスパークでよろしくお願いします。